お疲れ様です。リック学会です。今日はですね、久しぶりに自宅の水槽の動画になります。で、これいつ撮影した動画かっていう話をまずしたいんですけど、実は去年の9月に撮影したやつなんですね。で、何の動画かっていうのはサムネになってると思うんですけど、1ヶ月放置したんですよ。本当に忙しくて。で、それでろ過装がどうなってるかっていうのをね、ちょっと見てもらおうかなと、いう感じなんですけど、1ヶ月放置した水槽の動画を4ヶ月ぐらい放置した結果っていう動画になったんじゃないかなと思いますんで、本編の方にどうぞ。はい、ということで、本編になるんですが、まずはね、水槽の方をちょっとよく見てもらいたいんですよ。この位置だとね、あんまりよくわからないんで、少しだけね、寄りの撮影をしてますんで、そちらをご覧いただきたいと思います。で、それがこちらの寄りの映像になるんですけど、1ヶ月放置といってもね、水もちゃんとできてて、餌はね、ほぼ通常通り与えてました。だから、どれくらいかっていうとね、2日3日連続であげた後に餌を1日抜くと、いうようなねペースで、照明の方は日中はつけてて、夜は普通に消してる感じですかね。そんな感じで管理の方をしてました。だから1ヶ月放置といっても、割とね、苔はそこそこぐらいで済んだのかなっていうところであります。とはいえ、意外と床はね、綺麗かな、床っていうかそこですね。で、ちょっとだけ緑色っぽくなってるのが、苔がね生えてるっていう感じですけど、手前のね、アクリル面、透明な面はそんなに汚れてないですよね。これでもね、1ヶ月でこれぐらいかなっていうのがうちの水槽の状態ですね。でですね、ちょっと見てもらいたいのが、というかこの物理ろ過装なんかね、おかしいんですけど、わかりますか？わからないかな。寄ってみるとこんな感じなんです。やっぱりね、多少詰まって、パンチングボードの上に水がね、溜まってますね。今まではね、やっぱり2週間とか1週間でやってる分には、ここまでね、水が溜まるようなことはなかったんですけど、やっぱり1ヶ月っていうのは長かったかなというところですね。だから早速ね、ろ過装の中見ていくんですけど、これ一番上に置いてあるやつで、上から落っこってきた水をね、衝撃とか吸収してもらうために置いてあるような、ろ材っていうか衝撃の吸収材ですね。で、この下がですね、こちらのパンチングボードですね。これはね、水を拡散するために入れてるんで、ろ材ではないんですけど、こんな感じでね、奥の方がだいぶ汚れが溜まってますね。勾配ついてたんかな、奥に対して。どうしてもね、まっすぐに水平にっていうのは置けないんで、多少の傾きはできちゃうんでね、低い方にこうやって餌とかね、糞が溜まったと、いうようなね、感じがわかるかと思います。でですね、この下が、まず一番上、これがね、3次元フィルターエコっていう露材になります。かなり目が荒いんですけども、ぐっちゃぐちゃ。手前の方がね、もうガン詰まりですね。もうひどいことになってる。これね、結構詰まらない人はね、もう通で全部落ちちゃうっていう話を聞くんですけど、我が家ではね、オーバーフローなんですけど、こんな感じでね、きっちり、仕事してくれると。まだね、通過する部分があるんで、もうちょっと1ヶ月放置しても、もうちょっと余裕あんのかなっていうふうには、見られますよね。で、この下がサランロックっていう露材になるんですよ。で、これもね、さっきの3次元フィルターエコーと似たような感じではあるんですけど、こっちの方がちょっと密かなっていう感じですね。で、見た感じ、奥の方かな、右手の方はね、ちょっと汚れが溜まってますけど、あとはまばらにちょっとついてるぐらいで、そんなにね、きつくないかなっていうことですね。で、これね、私2枚重ねにしてるんですね。2段というかね。で、今のが上のやつで、今出してるのがこの下のやつなんですけど、こっちはね、ほら、側っていうか枠のところはちょっと、周りはね、汚れが見れますけど、そんなに汚れてないかな。これも洗えば結構汚れてるんですけど、見た目にはね、そんなに汚れてないかなっていうところですね。で、この下がですね、去年のね、正月の動画でも上がってたと思うんですけど、ブラックスポンジですね。これもね、かなり仕事してくれて、今茶色く映ってるの分かります？これがね、ものすごい取れてるんですよ。で、これをね、私3段重ねにしてますね。
でサイズ的にねこれ細長いじゃないですか、さっきのと違ってね。だから2列使ってるんですよ、左右2列で3段だから6枚使ってるっていう感じなんですね。でもこれはねめちゃくちゃいいです。あの使ったことない人にはねぜひおすすめしたい。サランロック と, ブ ラ,、ブラウンマットの間に私使ってるんですけど、いつもねブラウンマットがすぐ目詰まりしてたんですよ、過密で餌の量増えてきてから。でこれをね打開するというか解決するために何かいいもんないかなっていうのを探してたらこれだったんですよ。これめちゃくちゃいいです。これがあるおかげでね下のロザイが全然目詰まりしなくなった。だからねこれは私は自信を持っておすすめできるし1年使い倒してます。耐久性ってね確かねパッケージになんか 2,3 ヶ月で交換って書いてあったかな、あったんですけど僕は1年使っても全然持ってます。だからこれは自信を持っておすすめできるロザイだと思ってます。それではねこの下行ってみたいと思います。はい、でね私ろ過装2段重ねなんですけど、この下にねもう1枚ずつだけ、ブラックスポンジ使ってます。これはねロザイというよりは水の勢いをここで緩やかにしてくれる、落下してくる水の勢いを緩やかにしてくれるために使ってますね。これやらないとその下のロザイ性能を発揮してもらいたいんですけど、表面がね叩かれて洗い流されちゃってなんか使ってんだか使ってないんだか分かんなかったんですよ。でこれがブラウンマットですね。これもねかなりいいんですけど、ブラックスポンジさっきのやつ使い始めてから全然目詰まりしない。だからパッと見た感じね、だいたい汚れて茶色なんで分からないんですよ汚れてるかどうか。前はねもう1枚目の上べっとりだったんですよ。でも全然そんなことなくてすごいいいです。で洗うのも楽なんですよねこれ、あのさっきのブラックスポンジを使うことで。まあもちろんねブラックスポンジが増えた分だけ洗う手間っていうのは増えてるんですけど、だけど目詰まりの期間を延ばすことができた。だからメンテナンス期間を延ばすことができた。なので今回1ヶ月放置しても目詰まりなくきちんと各ロザイが仕事をしてくれていたと、まあ、いうようなね感じになると。でこれがねグリーンマットですね。こちらがグリーンマット、これがね一番目が細かいんですよ。全然でもねまだあれでしょ、汚れてる部分がね残ってるというか、まだ汚れてない部分かがかなり残ってるんで、まだまだね、大丈夫かなと。これが全部ね真っ黒になってたらやばいですよね。もう目詰まりしてろ過してない水が下にこぼれて生物ろ過槽に行ってしまうと、まあ、いうようなね状態になってたと思うんですけど、まだ大丈夫だ。1ヶ月放置しましたけどまだ余裕があったと、まあ、いうようなね、感じ。ほらそんなにね、まあ、汚れてはいるけど全面がっていうわけじゃないですよね。だからね1ヶ月以上、放置しても大丈夫なろ過槽と、まあ、いうことがね言えるんじゃないかなと思います。でこの下がですねウールマットを一応使ってるんですけど、まあ1ヶ月ねこれも当然放置されてるんですけど、まあ白い部分もまだ見えてるんでまだね余裕があったのかなっていうところですよね。でなんですけどこのねウールマットやっぱり汚れてるんで、交換もねこちらもね、しておこうと思います。さっきのね上のやつは全部あの洗って再利用なんですけど、ウールマットだけはねちょっと洗ってもねこういう感じなんでもうどうしようもないんで交換すると、まあ、いうような、形で対応してます。あとはですね今回せっかくねメンテナンスを、まあ、1ヶ月も放置した後だし、ついでにこのカキ殻をね、まあ、追加しとこうかなと思って、今までのね動画見ていただいた方にはわかる話なんですけど、結構ねこのカキ殻私もずっと入れっぱなしだったんで溶けてね、ちっちゃくなっちゃってるんですよ。で傘もね減っちゃってたんで、まあこの際だから足しておこうかなということでね、今回はねここもカキ殻を足してまあ一応ねメンテナンスということでやっておこうと思います。でですねこちらのウールマットも新しいものを敷きました。でこの上にですねろ過ボックスをまた設置してね、この中に洗い終わったね、ろ材関係を、がっさりとね、戻していきます。はい、でろ過槽のね、メンテナンスが終わった直後、後ろねカーテンが明るいのが分かると思うんですけど、これ日中なんですけどね、
終わった直後が、こちらというようなね、感じになります。じゃあ実際ねこれがね1日経ったらどんな感じになるのかね見てもらいましょう。で1日後がこちらということでね、まあこれはね1日経った翌日の夜なんですね。まあ、先ほど見ていただいたら分かると思うんですけど、後ろのカーテンがね日中だと明るくてねどうしても映り込んでしまうんで夜撮影してます。だから 1.5 日ぐらい経ったのかな、正確に言うと。まあ翌日の夜ということなんですけど、かなりね水切れてるでしょ。だから汚れ切ってたのは物色剤の部分だけで、まあその他の部分はねきちんとあの状態で1ヶ月放置しても機能していたと、まあそういうことに、ね、なるんじゃないかなと思います。で実際ねこれだけの大型魚の数、まあ20匹ぐらいいたかな、まあちょっとね数数えてないんであれなんですけど、アロワナが5匹でしょ、でガーがいて、でゲオもいて、ダトニオがこの時は2匹いたかな、まあ1匹2匹かな多分、ちょっと時期がずれてて申し訳ないんですけど、でポリプテルスもね7、8匹確かいたと思うんで、まあ20匹近く、20匹前後だと思うんですけどね、いるような環境なんですね。で水槽のサイズが1500の、奥行き900の、高さが600、まあ、そこにね大型魚20匹詰め込んだら、まあ、大概なわけですよ、本来であれば。だからこの辺りをね1ヶ月餌を毎日じゃないけど、まあ2日やって1日休むぐらいのペースで、ね、上げても平気だったという部分がこのね、ろ過槽の私の物理ろ過の秘訣とか、まあ、秘密みたいなところなんですよね。で今までもね、散々物理ろ過の動画上げてきたんですけど、多分ね1ヶ月放置っていうのは最長じゃないかなと思います。まあ1ヶ月放置しても持ちましたということですね。ただ勘違いしないでいただきたいのは、あくまでもこの時点での1ヶ月は平気だったっていうところです。当然ね魚も成長します。だからこれから先魚がもっと大きくなって、例えばもっと食べるようになったら、もしかしたら1ヶ月は危ないかもしれない。だから同じようなことをやったとして、同じ数の魚を入れて同じ水槽の環境でやったから、じゃあ1ヶ月うち平気だなんて思わないでいただきたいんですね。それはあくまでもどれだけ餌をやったかっていう部分がすごい大事なので、間違いなく同じ環境であればこの水槽このセットそのまま持ってって、じゃあやってみてくださいだったら大丈夫なんですけど、そうじゃない限りは1ヶ月の保証するものではありません。そのあたりはね誤解のないようにしていただきたいと思います。まあでもね1ヶ月例えばですよ、まあ今回ね餌やってたんであれですけど、本当に土日が全部潰れちゃうとかね、まあいろいろね用事があったりとか、そういう時ってね多分年に何回かあったりすることもあると思うんですよ。でも水のね、その水質の部分をちゃんと維持できる、まあそういうところはやっぱりね、物理ろ過をだから忙しい方はね見直していただくのがいいんじゃないかなと思います。実際ね1ヶ月持ったし、それをねメンテナンスして翌日の夜にはもうこんなに綺麗なね、水をね保てる、まあ、実際のところ一番最初のねメンテナンス前だって水槽のね表面が汚れてるだけ、アクリルの透明の部分が汚れてるだけで中身が汚いわけではなかったっていうことなんですけど、まあこういったね、感じで維持管理していくことができます。だから大型水槽をね、管理してそういったメンテナンスが心配だとか忙しくてね1ヶ月にそんな 毎週4週ある中で毎週やってられないよとかいう方はぜひですね、物理ろ過見直してみてはいかがなというところです。まああとこのね、今回久々のろ過動画ということで、楽しみにされていた方もねいらっしゃると思うんですけど、本当にすいませんでした。ずっとねショップ巡りやオタク訪問ばっかりでっていうところだったんで、でまあまだねこれからやりたいのはこのろ過槽のね、まあ私の使っているろ材いろいろご紹介させていただいてるんですけど、実際これね高いんですよ最初に初期投資としては。でもじゃあね3年ぐらい使ってるのかな、もう多分 3,4 年使ってるんですけど1回も交換してないんですよ。じゃあその時にコストパフォーマンスってどうなのっていうところの動画とかねちょっと出してみようかなと思ってます。あとはね、まあ、最近見始めた方もいらっしゃると思うんで、もしね私の物理ろ過とか生物ろ過こんだけ過密でも綺麗に維持できるのはどうやってやってんのっていうのが気になる方もねいらっしゃるようであれば、もう一度2023年版として現在の、ろ過槽の記録的にシステムの方をご紹介させていただきたいと思いますので、よかったら
コメント欄の方にね、コメントいただけると嬉しいです。さあ、それではね、今回の動画いかがだったでしょうか。久々のね、自宅での水槽の動画ということで、まあ箸休め的に皆様のね、中でも久々に見えてよかったなと思っていただければ嬉しいんですけどね。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、次回の動画でお会いしたいと思います。おっと、この前にチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方、あとはね、高評価、これはねかなりモチベーションに影響します。いや、これ本当にね影響するんです。だからちょっとでもねいいなと思っていただけたらぜひ高評価の方を押していただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。